ステージでは意地でも泣かない、復帰後初公演延期の氷川きよし泣き顔歌唱ショット公開。歌手の氷川きよしシ46が16日までにインスタグラムを更新。換気は待った様子の泣き顔歌唱ショットを公開した。氷川といえば、2023年1月からの休養期間を経て、今年4月にデビュー当時から在籍していた所属事務所からの独立を公表。 新会社、キーズナ、キズナを設立し、8月に東京、9月に大阪、10月に大宮でコンサートツアーを、10月下旬から、ヒ川清キヨシ25周年記念劇場コンサートツアーを行うと発表していた。この日のインスタグラム投稿では、なんか泣いてたみたいです。ステージでは意地でも泣かないです。と綴り、感極は待った様子で歌う泣き顔ショットを投稿。 インスタグラムではクールな表情や笑顔のショットが多い氷川だけにレアな投稿だ。氷川さんは15日に所属事務所の公式サイトにて東京ガーデンシアターで開催予定していた16日の公演を台風7号接近のため延期することを発表。インスタグラムでも延期を発表し久しぶりにお会いできるのを楽しみにしていました。すごく残念で悲しいです。 と綴っていました。同公演が1年8ヶ月ぶりの活動再開の場となるはずだっただけに、ファンも悲しんでいますが、氷川さんとしてはファンの安全面を考慮したがゆえの判断だったのでしょう。女性誌ライター。残念ながら公演は延期となってしまったが、振り替公演を楽しみにしているファンも多いだろう。なんか泣いてたみたいです。ステージでは意地でも泣かないです。 とつづっていた氷川だが、久々のファンとの再会は特別な思いが溢れそうだ。氷川は今回の投稿で何か泣いてたみたいです。ステージでは意地でも泣かないです、とコメント。久々のファンとの再会を氷川も楽しみにしているはず。